おはようございます。釣り子 TV です。10月雨のとずらっぱらダムにやってきてみました。台風のせいでね、ちょっと濁りが入ってなかなか落ちない状況で、釣れる数も少しハイシーズンに比べると少なくなってきたよということで、1日頑張ってみたいと思います。よし、じゃあ始めますよ。今日は何をやろうかな。ただちょっと天気が悪いんで、普段よりなんだろうな、巻いて釣ったりしたいなってとこなんですけども、で前回の台風でね、思ったよりしっかりと雨が降ったので濁りが入っている状況ですね。こんな時は上流に行って住んで住み出してるところを狙ったりね、そんな感じだと思うんですけども、まあ濁ってることによって普段ちょっと警戒してたやつがやる気モード、やる気スイッチが入ってるかもしれないんで、とりあえずねこれはやばいなっていうタイミングまではちょっとだけ、まあでもいろいろですね。釣りってまずは決めつけずにいろいろ放ってみて反応見ながら、どの釣りで最後心中するかねを探っていこうかな。でそろそろねトップウォーターな季節も、あんまり寒くなっちゃうと終わっちゃうかもしれないんで、久しぶりにねトップウォーターっぽいもの釣りたいなとか、いろいろね夢は膨らんでいるのですが、果たしてどうなることか。ただねちょっと夢のとずらっぱらダムっていうことで、ちょっとねこういう大きめ派手めなルアーもタイミングタイミングでは投げていこうかなと。どうすかね、こういうレンゴ釣り、ね、ここら辺でチャンスあるかな。
よいしょ、来た。あかわいいサイズ、ありがとう。いや、いるにはいるんだな。ただちょいちび、はい、どうにかこうにか釣れてくれました。ちょっとねサイズは小ぶりだけども、あ、コンツアジグにブルフラット 4.8 の、組み合わせね、こんな感じのセッティングでなんとか秋もね、バスに触れました。じゃあね、逃がしてさらに打っていきたいと思います。おーい、ありがとうさん、おいおい、サンキュー。